はい、皆さんこんにちは。大人ボイスチャンネルのゴークと言います。本日はですね、前回に引き継ぎまして、名前シリーズをやっていこうと思います。はい、本日ですね、やっていきます名前は、今度は男の子の名前をやっていきます。名前はですね、ハルト君という名前で、大きいという字ですね。そして、ショーという字ですね。羽ばたくという字で、ハルト君で、ヒロト君とかですね、いろいろ読みがあるみたいですけども、今回はハルト君ということでやっていきたいと思います。はい、では書いていきます。はい、まず大きいという字ですね。大きいという字は斜めに入ってちょっと跳ねます。で、点を打って大きく跳ねて、で、ここはちょっと開けます。斜めにちょっと丸みを帯びて、で、最後ちょっと跳ねますね。はい、では小という字に行きたいと思います。小という字はですね、点を斜めに打ちます。で、跳ねて第一角よりもちょっと上から跳ねていきます。そして第三角目はちょっと斜め上ですね。で、その次はまた斜め上に入って、こっからちょっと続けて長く書きます。で、点を打って丸みを見ながら跳ねましょう。はい、そして次に入っていきます。跳ねという字ですね。ポイントはですね、ここの点をですね、続けて書くことですね。そうすると見栄えがとても良くなります。はい、こんな感じですね。慣れてくるとですね、サラサラっと書けるようになりますので、こういった感じで書いていきましょう。はい、ではですね、今回はハルト君という字を書いていきました。いろいろですね、名前書いてほしいというリクエストがありましたら、どしどし、DM をお待ちしております。ではですね、赤ペンを使って少し修正しながら説明していきます。大きいという字をですね、第1画目は、必ずですね、横、真横にならないようにちょっと斜め上に入っていきます。で、できればですね、最初の入りはちょっと点を打って、それから斜め上に上がるイメージですね。点を打って斜め上に、で、次の点に跳ねます。で、ここポイントですね。ちょっと点を打ってですね、斜めに入って、それからこう跳ねていきます。大きく跳ねますね。で、こことバランスを取るような形で少し丸みを見ながら跳ねていきます。ちょっとこう丸くなりますね。はい、これは大きいという字ですね。で、次、小という字なんですけども、午前に時計のですね、5時方向に点を打ってちょっと跳ねます。で、ここよりもですね、ちょっと上から点が入って、今度は時計の7時方向に跳ねます。ここ続けてもいいんですけども、このくらいの距離で点を打ちますね。そしてこことここ、同じ長さぐらいで、また同じ方向ですねに横線引きまして、で、ちょっとですね、次につながるところ、このくらいちょっと長くなります。で、跳ねていきますね。で、ここ重要で、ここと同じようにですね、ここと同じように点を少し打ってから入っていって、大きく跳ねますね。はい、そして跳ねという字、ちょっと斜めですね。で、ここすごくポイントなんですけども、英語の Z ですね、 Z を書くようなイメージで点が続きますね。で、こっからこうつながっていくような形で、ここがこう入りますので、ここの入りよりもちょっと下から入ります。そして丸みを帯びながら最後払っていきます。で、最後ですね、こっちと同じような点にならないように気をつけていきます。
続けながら最後シュッと逆方向に向けていく。こうするとですね、すごく見栄えが良くなりますので、全体は視点で見えます。はい、本日は、ハルト君という漢字をですね、綺麗にかっこよく書く方法を書いていきました。この動画がですね、役に立ったという方はグッドボタンをぜひお願いいたします。それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では。